おはようでございます。7月11日木曜日朝9時の相場解説になりますけども、今日もね、倍で利益を狙っていきたいなってところなんで、じゃあ実際どこでね、倍を入れればいいのかってことです。今日は161円の中盤から後半ぐらいの値動きになると予想してますけども、この予想自体も崩れるかもしれませんし、そうなったら今日はね、潔くポジションを外して生還しようと思います。それが前提です。えー、冷やし。はい。V の字を書くように。 今ね、二点天井を作ってます。高根県の二点天井なんで、こっからダブルトップで大きく下落ってのもね、当然考えに入れておかなくてはいけませんし、これが伸びてヘッドショルダーの二つ目の山になって、ヘッドショルダー作って下に伸びるってこともあり得ますね。こういう風に、この時点で予測できますか。さらに、移動平均線、このライムにぶち当たって上の方に向かっているところも見て取れると思います。このように、この図だけでも、 暗記した基礎用具、基礎識、基礎概念の中でいろいろと予測ができるでしょ。次行きますよ。まだまだ見ないといけないところありますけどもね。はい、4時間軸ですけども、同じようにダブルトップの向きが見えます。はい、そして一旦上昇トレンドが終わって下に潜ったのが回復してさらに上昇トレンドに移っていく。このプロセスはもう昨日一昨日とお話した通りでございます。これを起きてる前にわかるかどうかってところが あ一歩前とか半歩前に決断ができるかどうかっていうトレーダーの,このレベルの差になってきますからねだから私の決断っていうのは多分ご覧になっている方よりも二歩三歩早いと思いますだからまあ利益を残せるんですけども逆に言うとね私の説明しているところまでは皆さん来れるってことなんですよで私ができないことまではこの放送ではね当然ですけども皆さんを育てることができませんのであ私の放送が、ね、必要なくなったら次のレベルの,あのトレーダーさんとかに行っていただければいいんじゃないかなと思いますね はい、それでは次1時間です。今日は倍で取っていくぞってことなんですけども、どのように倍で取っていくか。あ、窓を開けて下の方に行きましたね。で、ライムで反応して上の方に行くと思ったんですけど、どうもそれはならなかったようです。ですので、もうちょっとね、9時ぐらいまでタイミングを待って、赤で跳ね返るかどうかを見ていきたいですね。で、跳ね返ったらやっぱその時点であの倍でエントリーしましょう。とりあえずはここまで伸びますから。で、その後、これをね、高値を更新してもっと伸びる。 と、161円の後半に値動きが今度はね、移行していきますんで、そうなると今日は大利益で終われるはずです。それを、まあ、目論んで今日過ごしていきたいですね。えー、で、こちらからドーンと落ちて、元のところに戻ってくるっていうのが、ね、今までもよくあったことなんで、そこを狙っていきましょうってことになります。どうですかこの逆三角形。今までも何回も見たでしょで、ここがきっかけになる、160円の200あたりってことですよ。 ね、私の書いたシナリオ通りに特にこっからなったでしょで下りトレンドが上りトレンドになるっていうのもここら辺でねお話した通りですあだから私は利益が出せるんですよそしてこういう解説もできるってことになりますはいじゃあ今日も頑張っていきましょうお疲れ様です